水道菅の橋が崩れ落ち、およそ6万世帯で断水している和歌山市では、8日夜に復旧工事が完了、9日に給水が再開される見込みです。和歌山市は、今月3日、水道管の橋の一部が崩落し、市北部およそ6万世帯で断水が続いています。和歌山は、崩落した水道管の近くの橋に、仮設の水道を設置して、復旧工事を進めていて、 9日、家庭へ、給水を再開する予定です。一時、10月9日午前6時に、水を再開するとの発表がありましたが、工事、完了が予定より遅れていてるため、給水開始、遅れる見込みということです。市民は、風呂入り、たい自分ところの風呂で、ゆっくり、少しずつ、も元通りの生活に戻りたい。和歌山市は市民、今夜中に、 台所や浴室などの全ての蛇口を経、水を飲むのは、市からの連絡があってからに、で欲しいと呼びかけています。<music>